凍結されました。はい、どうも、仙台教授です。凍結されましたツイッターが凍結されました。もう最悪すぎる。もういやー、まあ先にちょっとお願いなんですけど、サブアカのでツイートをしたので、ちょっとね、リツイートのご協力お願いします。1403件今していただいてますけど、知らせる方法がちょっとないので、皆さんのちょっとお力をお借りするしかないので、はい。いやー、せっかく、もうちょっと喋りたいことが多い。まあ、ちょっとぜひ、ちょっとこちらの拡散をよろしくお願いします。拡散とフォローお願いします。このサブアカウントの URL は、コメント欄と概要欄に書いておきますので、はい、よろしくお願いします。いやー、もうマジで、2013年から活動してて、ずっとね、このメインアカウントを使って、凍結だけはしないように言葉選びとかしてたんですよね。なんかこう、暴力的なこう、発言とか絶対しないように。で、アマンガスとかもさ、まあ、殺人とか殺害とかあると思うんですけど、それもなんか、キルってカタカナで表現したりとか、絶対こう、英語で表現したりしないようにとかしてたんですけど、まさかの。はい。いやー、だってね、ヒカキン親分とかにフォローしていただいたりとか、他にもね、いろんな方にフォローしていただいたりとか、もちろん視聴者の皆さんもそうですけど、8万、ようやく、8年かけて8万人達成したのに、マジかよって感じで。まあ理由としては多分、荒野行動のね、企画の募集をちょっとしたんですけど、その件で多分、荒野行動関連をすべてこう、凍結させようみたいな動きが多分あるみたいで、多分それかなって感じで。はい。で、まあ理由が最初わかんなかったんで、異議申し立てを送ったんですね。異議申し立てで、凍結解除される人もいるっぽかったんで、送ったら、お客様のアカウントは、偽装品に関するポリシーに違反したため、永久に凍結されましたってことで。永久に凍結されました。はい。凍結の取り消しはいたしませんので、ご了承ください。警告もなしで、これ。偽装品に関するもんだったら、警告とかもなしで、全部、一回で、なんか、凍結とかもあるみたいですけど。きついね、これね。いやーって感じで。はい。って感じですね。一応できることはしようと思うんですけど、基本的には、凍結解除されないという体で進めていこうかなと。持ってますね。はい。いやー、ほんと、ツイッターだけは、気をつけたんだんだけどな。まあ、でも、こればっかりは、ちょっとどうしようもないですね。割と。まあ、偽装品ってことで、まあまあ、僕的には意図はなかったんですけど、多分、その、荒野行動周りの、ことで、こう、偽装品、として、こう、凍結させることができるとか、そういう感じなんですかね。ちょっと、詳しくはわかんないんですけど。まあ、少なくとも、偽装品のポリシーに反するツイートはしてないはずなので、ですが、なかなかね、凍結されて帰ってこないみたいな人、周りに結構いらっしゃるんで、多分帰ってこないでしょうね、僕もね。いやー、ちょっとね、きついですね、これは。はい。まあまあ。いや、きつい。マジで泣きそうだったな、昨日。昨日のね、配信中になんか凍結されたみたいだよって来て、で、配信中にじゃあちょっといい申し立てするか。さすがに間違えて凍結されてるでしょ、つって、そのままやってたら、これ帰ってきたんで、ちょっとショックですね。まあ、そうですね。まあ、とりあえずはちょっとサブアカの方をちょっと、まあ作っといてよかったですね、サブアカウント。はい。こっちをちょっとメインとして使おうと思いますので、フォローとリツイートのご協力よろしくお願いします。いやー。凍結されても気づかないですからね、フォローしてる人が。
いやー、いや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 、まあ、ちょっとよろしくお願いします。はい、って感じかな。で、あとはそうですね、連絡、本当になんかツイッターがないと連絡の機能を失うので結構きついですけどね。インスタとかもちょっとこれを機になんかちゃんとやろうかなと思いますので、インスタとかも、はい、フォローお願いします。インスタがいいかな。あとなんか LINE もなんか作りやすくなったっぽいんで、ちょっと LINE とかも作っておこうかな。 LINE とインスタと、まあ、TikTok もやってますけど、まあまあいろいろもろもろちょっと概要欄に書いてきますんで、まあ、ちょっとフォローしといてもらえると幸いです。はい。ちょっとインスタが一番有力かな。ちょっとよろしくお願いします。ちょっと、心が折れてて、ちょっと動画はちょっと投稿できてなかったですけど、今日。はい。ちょっとまた気を取り直して頑張ろうと思いますんで、また応援よろしくお願いします。あと、そうですね、チャンネルの登録とかもちょっとしといてもらえると連絡とかも行きやすいと思いますんで、コミュニティっていう機能があるんでね、そこになんかこうツイートみたいな感じでできるんで、 YouTube もちょっと、まあチャンネル登録とかもしといてもらえるとですはい、じゃあそんな感じで、まあ、サブアカウントをとりあえずフォローとインスタフォローよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした最悪すぎる。